ピバラ。おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、言った通りになってません、カピバラさんの。そうですかね。そうでもない、わかんないです。どんな話、今回の話の概要を教えてください。どんなカウンセリングでしょうか？はい、今回はですね、カウンセリングというか、今まで私の立場はちょっと賛成とやられっぱなしじゃないのという立場で前回まで相談してたと思うんですけど、はい、昨日緊急で動画を回しますっていうのが、はい、NHK 党の立花さんの動画であって、はい、あと2本目の長いライブの方とかって、うん、なんかちょっと焦ってる感が出てたなと私は思ったんですよ。なるほどね。まあ、どういった内容なのかって、うん、あんまりそこの解説からお願いしたいなとは思うんですけど、まあ、要はなんか、暗号資産通貨銀ちゃんみたいな、ちょっと分かんない人が、まあ、NHK 党を名誉毀損で訴えたと、うんうん、ガーシー並びに立花さんかな、うん、っていう感じで、まあ、そのライブの動画の中ではこれは参政党の、仕返しだなと、こういうようなことも憶測で立花さんは言ってるんですけど、まあ、なるほどね、仕返しなのかどうなのか、うん、いやあれ仕返しですよとは言わないと思うんですけど、部分的には僕も見たんですけど、全部見てないんで、うん、もしかしたらどっか抜けてる部分があるとは思います。金ちゃんのやつは全部見たし、うん、平塚さんの動画は全部見てますね。うん、その平塚さんってどういった方なんですか？うん、平塚さんは、日本で唯一の証拠調査士っていう肩書きで活動している人ですけど、うん、実質ライターさん的な性質も持ってるみたいで、はい、調べてみるといろんななんか媒体で、記事書いてるんですよ。はい、でその警察関係じゃないやつも書いてるんですよね。うーん、だからまあそういうメディアとかと親しくしている、物書きさんっていう性質もあるのかなっていう気はします。で本業がその証拠調査士っていう企業のコンサル的なことをやってる部分なんですけど、そこはそのやっぱ守秘義務とかがあると思うんで、表にあんま出てこないですよね。うん、そういった情報っていうのは、その会社があるっていうのは分かるんだけど、会社のホームページとかはあるんですけど、うん、で、そこで実際どういう具体的な仕事をしたとか、実績とか、こういう問題を解決したっていう、個別具体的なものは出てはこないです。ただそういう仕事をされているっていう情報ですね。でその平塚さんっていうのが、立花さんの参議院議員会館事務所。ガーシーのかな、はい、うん、に来て立花さんと話してる動画ってあるじゃないですか。ありますね、うん、あれは立花さん側からの依頼なのか、見解なので、賛成党に対してしてやったりというか、こっちが平塚さんとチームだぞというような映り方なんですけど、うん、カピバラさんの動画見ると、いやいやそれは参政党側として、あれは潜入調査するして平塚さんが入ってるという方が自然な流れだよというのになってて、そこら辺の真相はどうなんですかね。真相は分からないけど、やっぱ結果的にそうだったような流れに今なってますね。あ、その部分で言った通りになってるって言ったってことですか？いや、そういうわけではないんですけど、その平塚さんと、立花さんっていうのがグルになって参政党を倒そうとかっていう流れでは少なくともないかなってことですかね。ないですよね。全然違いますよね。だから僕はその読みは当たったなと思ってます。どっちの動画を見るかで、全然釣り方が当然やっぱ違うんですよね。当然、NHK とか、あの NHK 党の番組見てると、NHK 党優勢で書かれていくわけで、で、まあ、参政党側の一人語りとか、神谷さんの見ると、あ、ちゃんとこう、
対処してるなっていうふうにも見えるし、うん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 、それが、今回法廷で戦いましょうっていうことになったわけですよね、うんうんうん、そうです。法廷で勝ってどっちの言い分が正しいのかと、うん、中正公正中立で判断してもらうと、うんうん、それに関してはお互いにとっていいことなんですかね。お互い法廷で戦うのがいいですと言ってますもんね、うん、そうですね。ただその裁判に訴える方は立花さん得意としている分野なんで、うん、訴えた後の結果っていうのは立花さんあんまり言わないんですよ。負けましたとか、うんうんうん、棄却でした、無駄でしたこの裁判っていうのは言わないんですよ、うんうん、訴えました、あの人が悪いんですっていうのはすごく盛んに発表するんだけど、まあ、それが実際は自分の思った通りの判決が出なかった場合っていうのはなかったことにしちゃうんですよね、基本的に。なるほどね、うん、だから、まあ、訴えたもん勝ちっていう戦略が NHK 党のやり方ですよね。あ、なるほどね。それをカピバラさんが言ってたのか、うん、裁判負けまくってますけどね、はははっていうのが前回の動画で、うん、そうですね、ね、訴えたって言ってその訴えましたっていうタイトルの動画を作るんですよ、うん、立花さんって、はいはいはい、だけど負けちゃうじゃないですか、却下とか、うんうん、もう裁判所から突っぱねられることが多々あるんですけど、そういう時は別のタイトルでちょろっと言うんですよ、うん、あの裁判はね、なんかおかしかったんだよみたいな、だから裁判所は信じられないんだよって終わっちゃうんですよ。権力が腐ってるっていう、ね。そう。で、それは動画のタイトルにほとんど載らないんで、探すのがめちゃくちゃ大変なんですよね、それ。なるほどね。そう。だから自分の不利な情報っていうのは、意図的かどうか分かんないけど、大々的には宣伝しない。うん、つまんなそうなサムネイルにしたり、タイトルにして再生をされないようにすると。まあ、それを意図的にやってるかどうか分かんないけど、まあ、とにかく、うん、でも質問者はいるわけですよ。要するに、記者会見とかで、あの裁判どうなりましたかって、うん。裁判が結果出るまでは、うちが勝つ、俺が絶対に負ける理由なんてどこにもないって言って回ってるから、裁判の結果を知りたい人はいるわけですよ。うん、NHK 党の支持者でも。で、聞かれるんですよ、うん。どっかのタイミングで必ず。うん。で、その時にちょこっと答えてくれるぐらいですね。なるほどですね。だからタイトル的には、動画のタイトル的には、別の動画のタイトルを撮ってる時に支持者から聞かれちゃって、うん、ああ、あれはね、みたいな、そういう感じの答え方になっちゃうってことです。なるほどね。やっぱり安心するな。普通だったらその支持者の人は、うん、普通の人だったら支持者の人は、そこで怒らなきゃいけないんですよ、うん。あんなに勝つって言ってたのに、おかしいじゃないですか、立花さん。あなた嘘ついたんですよ、これまで。ずっと嘘ついてたじゃないですかって突っ込まなきゃいけないんだけど、誰も突っ込まないんだよね、これ。そこが独裁のいいところというのかどうかわかんないけど、うん、立花さんにはあんまりこうね、言えないっていう感じですかね。そうです。だからそういう風景を今まで見てる人たちが NHK 党からずっと抜け続けてるから、ああ、またやってんのかこれっていう風に見られてるんですね。うん、なるほどね、うん。まあ、かといって、まあ、金ちゃんの話に戻しますけど、はい、今回の金ちゃんの話は、昨日の動画では、金ちゃん側の動画では、勝ちましたとか、うん、なんですかね、南井で弁護士だったかな、うん、なんとか弁護士っていう人は、うん、NHK 潰すとか言ってましたね、うん、これはもう回、回答に向かう序章ですよみたいな、うん、それぐらいのこう、うん、鬼の首を取った的な感じで言ってましたけど、うんうん、そこまでのどうなんですかね、インパクトがある、それは何とも言えない。今まで NHK 党を潰したいとか、うん、もうあと少しで潰れるだろうって言ってた人は今までずっといたので、それはそれでまた新たなそういう人が出てきたのかなぐらいにしか思わないですね。なるほどね、うん、結構どんでん返しひっくり返すことが今まであるんで、立花さんって、うん、そのガーシーが当選すると僕も本当に直前の1時間その当選確実って言われるまで僕は信じてませんでしたからね。絶対当選しないだろうと思ってたんで。
ガーシーの選挙は難しいだろうってカッパラさんは思ってた。思ってた。絶対無理だよ、こんなのって思ってた。なるほど。いや、やっぱ選挙は結果出るまで何とも言えないなっていうのは、そこで学びましたね。ということは、立花さんっていうのは、やっぱり問題があるのはみんな分かってるとこなんですけど、で、この裁判についても、勝ってる感を出すのが得意ってことで、勝ってないよと。いうのも、カッパラさんが言う通りだなと思うんですが、でも、その選挙の上手さというか、選挙のこう票読み的なところっていうのは、やっぱり上手なんですかね、そこは。票読みが上手ってわけじゃないです。ガーシーの件で言うと、あの人は自信持って勝てると言ってて、でも、カピバラさんでさえ、いやー、無理だろうと思ってたのを、まあ、彼が言った通りになったと。そこはね、やっぱり良識を持って選挙を見てるのか、遊びをメインにして、もう選挙なんかどうだっていいよっていう人たちに焦点を当ててる人かの違いだったんだなって今考えると思いますね。良識持って選挙に参加して、自分たちできちんと政治家決めていかなきゃいけないんだっていうのの世界に僕はずっと行って、それをずっとその人、そういう人たちとコンタクトして話をしてたんで、僕の中ではそういう人ばっかりだと思ってたんですよ。ただ、よくよく考えてみると、確かに以前の私っていうのは、選挙に行ったってどうせ政治家がね、給料もらいたいがために立候補してるだけでしょってバカらしいあんなもの言って何になるんだって思ってたわけですよ、私だって。そう考えるとね、国民の多くがそんなバカらしいな、バカらしいやつが政治家になるんだったら、一番バカみたいなやつ当選させて、なんかおかしなことが起きればいいなぐらいに思ってる人がいてもおかしくないなって今思うんですね。で、立花さんはそっちに特化してるんですよ。選挙なんかバカらしい、政治なんてバカらしい、そんなものはもう全部なくしてしまえと思ってる人たちに特化してる政治家なんで。誰でもできるって言ってますもんね。だからまあ見てるその専門分野が全然、立花さんの専門分野っていうのが一般大衆をよく見てたってことでしょうね。まあそれがガーシーの次が政治家女子48ですもんね。同じ手法ですよね。ただそれは僕はまあ今回もそうですけど無理だと思います。あれはうまくいかない。うまくいかないと思う。立花さんなんか成功することはあるけど、10回打って1回当たるかっていう、そういう確率的には低いんですよ。精度は高くないです。その政治家女子48がうまくいかないと思う理由は、そのガーシーさんがうまくいかないと思ってたのと同じ理由ですか？そうですね。まず、この時点で男女を全部、あれしちゃったじゃないですか。分断させちゃったじゃないですか。要するに、ああいうアイドルの女の子たちに投票したいのは男しかいなくなっちゃうんで、もうそれだけで票を割っちゃったってことですよね。もう機械的にそういうことをしちゃってるし、あれがもともと起きた理由っていうのは、私の分析ですけど、まあ、NHK 党っていうのはそういうふうに世間に対してどうでもいいや、政治なんかどうでもいい、この世の中めちゃくちゃになってしまえぐらいの、まあなんていうのかな、その、よ捨て人的な考えの人たちに向いてるんで、まあそういう人たちは当然、その男女関係もうまくいってないと。自分に彼女はいないのは当然なので、まあ、そこで疑似的な疑似恋愛をできるような戦略を取ってるのかなっていうふうに僕は分析してるんですよね。なるほどですね。安心しました。私は何なんだろうな。NHK 党のが情報が肩に入っちゃうんですかね。その情報が入って、なんかシークレット情報じゃなくて、YouTube とかでも出てきやすいのかな。なんか昨日の緊急動画ですだとか、そういったので、そういうのにこう引っかかっちゃって、大変なこと起こってんじゃないかなとかって見ちゃうのが、そっち系統なのかもですね。そうですね。僕、一回、その、ツイッターを一回クリーニングしてるんですよ。その NHK 党の情報発信をする人たちのフォロー外したり、ミュートかけたりしてたんで、僕のツイッター上はそういうのあんま出ないんですよね。アルゴリズムで私は NHK 党好きってなんか出てるのかもですね。
そうですね、うん、派手だし分かりやすいから誰でもパッて飛びついちゃうんですよ、うん、あれって、うん、その政治の難しい、例えばフードテックの話するとか、農林水産省のこういう助成金とか補助金の話するとか、そういうんじゃなくて、誰かが誰かを嫌ってる、うん、誰かが誰かを敵だと言ってるっていう、すごく幼稚園児でも分かる話なので、思わずそれは高学歴の人でも見ちゃうんですよ、そう本能なんで、うんうん。そうするとクリック数が増えてきて、それをクリックすると、うん、あなたはこういう話題が好きなのねって言って、どん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 出てきちゃうってことですね。確かにね、どんどんそうアルゴリズム化されることで、見るものだとか思考だとか、洗脳というのかもしれないですけど、自然とされちゃいますね。そうでしょうね。うん、意図的にそういうやつは自分でこうクリーニングしていかないとずっと出てくると思いますね。ツイッターとかだと自分のフォロワーがいるから、あんまりエッチなやつにいいねとかはしないと思うんですよ、男性だったら。うんうんうん、よっぽどその公に自分はエッチな男だぞって言わない限り。うん、ステアカとかでエッチなやつ見てると思うんですよね。でもそういう政治っていう看板がついちゃうと、くだらないことでも見ちゃうんですよ、うん、みんな、うんうんうん、そういう部分、ね、うん、だと思いますね。僕とするとあれを 見てるのは、そのエッチなやつをクリックしてる人とそう変わらないです私がエッチなのクリックしてるような感じですね。そうです、そうです了解いたしました、うん、それは本能だからしょうがないですよね。わかります。じゃあまあカッパラさんとしては、昨日私がちょっと大変なこと起こってませんかというか、まあいい意味で、参政党側から見るといい意味で大変なこと起こってませんかみたいなことでメッセージしたのは、うん、上野さん何に引っかかってんだろうみたいな感じでした。でもこれは起こってないでしょみたいな。これは僕も見てたぐらいなので、その全然そういうやつを必死に発信してない人でも、うん、あのリツイートとかしてたから、僕も知ってたんで、このぐらいのやつだったら別にみんな見るんじゃないと思いましたね。で、しかもその生配信が、その立花さんすごい焦ってるって言ってたけど、そうそうそう。あの、それすごい長時間やってたでしょ。何時間ぐらいなんですかね。うん、1時間。1時間ですか。1時間ちょっと。ああ。そっか、僕の中であれ5時間ぐらいやってるようなイメージだったんですけど。そこまではやらないですけどね。いや、でも全然、大変じゃないですよ。金ちゃん、僕、いつでも話すから連絡してきて、みたいな。そんなのとか、隠しながら見せてるスマホの画面の上が、ちょっと僕怖いです、みたいなのがちょっと逆に見えちゃったりとか。なんかね、なんかそういうのを見てると、あ、ちょっと立花さん、これ、いつもと違うんじゃないと思って。そうでしょうね。だって、他の人たちからも告発とかされてるし、警察への通報はほぼ毎日のように言ってるんだと思うんですよ。なるほど、ね。だから、まあね、警察からの信用がどうなんでしょうね。なんか執行猶予があるから、立花さん、今、されるとやばいんじゃないですかとか、逮捕されるんじゃないですかっていう質問もあって、うん、で、あ、実はね、厳密には僕今執行猶予中じゃなくて、全然僕が収監されることは 120% ないからみたいにも言ってたんですよ、うんうん、それがなんかちょっと痩せ我慢にも見えてしまったりとか、うん、そうですね。あれをね、その、まあ、実際どうなるか分かんないですけど、あれをやらなきゃいけない状況に陥ってるってことは、要するにその支持者の質がどんどん落ちてるってことなんですよね。普通の支持者だと、まあ、その人がいろんな誹謗中傷されたり悪口言われても、いや俺は別にね、あの立花のこと知ってるし、あいつはいいやつだから問題ないよって、スルーしとけよってなるんです、普通は。でもそれをスルーしちゃうと、どうなったんですか立花さんって、みんなから電話かかってくるから、ああやって公開の場で弁明しなきゃいけないっていう状況ってことは、立花さんのことを本来信用してない人たちが周りに集まってるってことなの。そういうことだと思いますよね。確かに参政党はみんなこう神谷さん、みんな、うん、ボードメンバーってことで、すごいその愛情がこうあるんですけど、うんうん、立花さんはそういう損得感情でこう付き合ってみんな来てるから、
そこがなくなったらみんな逃げるでしょうね。そうそうそう。で、雲の持ち出すように。あれご存知ですか？10億円近くの借金をして政党を回してるっていうのはご存知ですか？うん。うん、11億円を借金して金利もいい金利払って。うんうん、だから、まあ、私だって出資しようと思ったもん。いや、その出資っていうのは応援したいから出資じゃないんですよ。だから、金利に目がくらんで出そうっていうね。うん、投資案件としてでしょ？そうそうそう、うん。だからそういう人たちばっかですよ、要するに。要するに、その女性、国民多くの税金をもらってる政党から、ちょっとうまみ俺にも分けてくれよっていう人が NHK 党を支持してるだけであって、で、潰れちゃうと困るじゃないですか、自分の利子がもらえなくなるから。で、しかも貸した分も返ってこなくなる可能性もあるから、一生懸命なんかやってるわけじゃない。立花どうにかしろよ、お前って言われ、尻叩かれてる状態ですよね。確かに今ね、その支持者の質は、まあ、全く違うなとは分かりますよね、うん。そうですね。金だけでつながってる人と、そうじゃないところでつながってるものの違いだと思いますけどね。分かっておいて、NHK 党のこう支持者って、党員数みたいに測れない。で何人ぐらいか分かんないと、一方で、参政党は私10万人ぐらいになってるっていうところまでは追っかけてるんですけど、うん、そこからどうなんですかね、変化率として増えてるのか、変わってないんじゃないですかね、そんなに変わってない、うん、頭打ち、悪く言うと頭打ち、うん、頭打ちだと思います、うん、わかんないです。でもそれ自分がちゃんと調べてリサーチしたあれじゃないんで、もしかしたら増えてるかもしれないし、うん、あれだ、あんまり簡単なことは言えないですけど、イメージ的にはそんなに変わんないのかなっていう気がしますね。それはあえてもう、なんかな、10万人ぐらいまでは結構なんかカウントした数字を出してる的な感じだった気もするんですけど、うん、多分増えてたら、ね、宣伝しますよね。うん、うん、なるほどね。あえて出さない、うん、公表しないような感じに、ややこしいこともあるから、してるんですかね。そうですね。ちょっとその辺はよくわかんないです。まあ、じゃあ、頭打ちだけど、まあ、そんなもんでしょって感じですか。そうですね。選挙のために。参院選の感じみたいに。うん、そうです、そうです。その国政選挙が行われるたびに、その辺って流動的に動くんで。やっぱ選挙で負け続けるとどんどん減っていくでしょうね。あ、これいつまでも応援してても何も変わらないなっていうことにみんなが気づいちゃうので、選挙で勝てば、あ、この政党につけば何かそれこそなんか世界が良くなるんじゃないかとかね、それこそ NHK 党を応援してる人でさえ参政党の方が世の中をなんかちょっとどんでん返しを起こしてくれるんじゃないかっていう期待を持つと思うんですよ。NHK 党がどんでん返しを起こしてくれるんじゃないかと思った人がガーシーに投票したわけですよね。うんうん、だからそういう状況ですよね。やっぱ選挙で勝って議席を増やすっていうところが一番党員が増えるかどうかっていうところだと思います。では最後の質問を。その件で言うと、昨年末からその喧嘩両党の攻撃がこう激化したと思うんですけど、両党じゃないね、NHK との攻撃が激化したと思うんですけど、うん、その最後に五十嵐正雄さんが落選したじゃないですか。その、地方議員500人、まあ、480だったかな、まあ、そういうのを目指しますと、うん、こういうところっていうのは、どうなんですかね、変わらずその目標でいけそうなのか、500人は多分その候補者が500人で、当選する人はまたその何分の1かになると思うんですけど、うん、目標400人とかでしたっけ、うん、どうでしたっけ、地方議員を誕生させます、うん、だけど実際は今200何十人ぐらいっておっしゃってますから、多分もうこの時期にいくら増やしてももう無駄なんで、もう時期が時期ですから、うんうん、まあ250人半分だったってことで考えていいんじゃないですか。目標400で250集まったっていう感じじゃないですか。うん、なるほどですね、うん、分かりました、安心しました、ありがとうございます。いえ、また第3回よろしくお願いいたします。はい、また何かありましたらよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、失礼します。カピバラ。